ワードバイタムラビルズ。パワードバイタムラビルズ。マスタエリナ LFB レディオ。LFB レディオ。ライフ応援委員会。皆様こんにちは。マスタエリナです。田村義之です。アシスタントの岡野裕太です。パワードバイタムラビルズ。マスタエリナ LFB レディオ。ライフ応援委員会。この番組は毎回住宅からファッション、SDGs などライフに関わるゲストを迎え、田村ビルズが展開するライフファンボックス、人生を応援する住宅のようにリスナーの素敵なライフを応援する番組です。今週も田村ビルズグループのグループ会社が運営するカフェ&バー職場で公開収録しています。田村さん、岡野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私も新山口駅に新幹線で来て、ここの職場まで車で来たんですけれど、来る時にあの LFB 住宅っていう看板を見つけました。ありがとうございます。おーと思いました。本当に有名なね、企業さんでいらっしゃるんだなというのを改めて感じたんですけれども、さあそして今週のゲストをご紹介します。先週に引き続き哲学者の小川仁さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。小川仁さんは京都大学法学部を卒業後、商社マン、フリーター、市役所勤務という異色の経歴を持つ哲学者。現在は山口大学国際総合科学部教授として教壇に立ちながら NHK E テレの哲学番組などのメディア出演、さらに市民参加型の哲学カフェを通じた哲学の普及活動をライフワークとして行っていらっしゃいます。マスタエリナ LFB レディオライフ応援委員会。この後小川さんに哲学をビジネスに活用する方法や人生相談をしてみたいと思います。オールリビング田村ビルズグループの提供でお送りします。パワードバイ田村ビルズ。マスタエリナ LFB レディオライフ応援委員会。今週のゲストは先週に続き哲学者の小川仁さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。先週は小川さんの人生を掘り下げましたが、今週は哲学を使えるツールにするのがモットーの小川さんにさまざまな相談を投げかけさせていただきたいと思います。果たして哲学はどんな悩みにも答えてくれるんでしょうか。田村さん、岡野さんもぜひ、せっかくの機会ですので、はい、どんどん悩み相談なんてね、させていただければと思います。もう哲学というのは人生相談には向いているツールなんでしょうか。これね、向いてると思いますね、うん、そもそも、ね、悩んでる人っていうのはこう、ねどっちの方向に行ったらいいか分かんないっていう感じになってると思うんですけど、うん、哲学はそこを、ね、こ うまくこう切り開いてくれますので、うん、はい、これは例えばビジネスとか教育とか、なんだろう、はい、子育てとか、はい、家庭とか対人関係とか、どんなジャンルでもいけるんでしょうか。これどんなジャンルでもいけますね、うん、そもそもね、哲学がいいのは何でもこうね、対象にできるところなんですよ、うん、もともとはあらゆる学問 の根本にあったやつですからね、哲学っていうのは、うん、はい、だから私もね、いろんな本書いてるんですけど、これは哲学のおかげなんですよ。哲学はその何でも対象にできるんで、うん、流行ったものに何とか哲学ってつけたらもう全部本になるという、ね、そんな感じです。なるほど。じゃあせっかくですから、ちょっとまずビジネスのこととかでもしお聞きしたいことがあればお二人から。はい、いいですか。お願いします。はい、今採用活動っていうのをやっぱり企業として非常にそのどの企業でも悩ましく、人手不足ですんで考えてるんですけども、はい、採用するにあたり、当然面接というのを、はい、行うんですけども、その人 その何か人柄みたいなもの、はい、を知るのに、はい、どのような質問をすればその人 この人柄みたいなものがこう分かるというか、にじみ出るというか、はい、その人 この根本みたいなものが、はい、いいですね、うん、それがいい質問ですね、うん、そうですね、さすが。いや、もう質問といえばね、もう哲学ではソクラテスですね。ソクラテスの問答法って、これまさに問答って質問っていう意味ですけどね、はい、これがね、有効だと思いますね。だからソクラテスはどうやって質問したか、もしソクラテスが面接官なら怖いな。いやいや、やっぱり相手の口からね、
その自分のこの本質が出てくるようにアシストするのが質問というものなんですよね、うんうん、だからうまくその相手が自分の本音をこう言えるようにですね、質問していくんですけど、その時にじゃあソクラテスはどうやったかっていうとね、その相手に対してこう相手が何か言いますよね、うん、そしたらそれに対して常にね別のもう一つの事実を突きつけていくんですよ。でそうすると相手は困ったなってなるんですね、うん、例えばですよ、ちょっとこれ面接の例じゃないですけど、鉄は硬いって言ってる人にいやそんな硬くはないですよ、他にも硬いもありますよって言っても、いや鉄硬いんですって言ってね、なかなかその硬くないになっちゃうじゃないですか。もうその人が本当にこう心の中に思っていることがこう出てこなかったりするんですよ、ね、もう意固地になっちゃって。でそういう時にもう一つの別の事実っていうのは、例えば鉄は1000度以上になったら溶けますよね、その意味ではどうですか、あ、いやその意味では確かに、まあそういう意味では柔らかいと言えるけどっていうふうにちょっとねこの人の心を開いてくれて、でそこからこういろんな本音が出てきたりするんですけど、だからまずはその人に対してもう一つの別の事実を突きつけることで、その人がこの意固地になっている部分をこうガッと開いてあげるっていう、ね、ここが大事ですね。これ意地悪じゃないですよ、ソクラテスの問答法っていうのは必ずしもね、うん、否定してるわけじゃないんですけど、うん、もう一つの別の事実を突きつけることで、まあ、相手の心を開いてあげるというね、うん、そういう態度でやるといいんじゃないでしょうかね、はあ、否定するわけじゃなくということですね、はい、そうですね、はい、パワードバイタムラビルズ、パワードバイタムラビルズ、マスタイリナ、LFB レディオ、ライフ応援委員会。岡野さんはいかがですか。いろいろあるんですよ。その前に質問というよりは、YouTube もチャンネル登録させていただいて拝見させて勉強させてもらってるんですけど、はい、中でも思考力の話、はい、思考するっていうことは、はい、その考える、思う考えるの思考ではなくて、うん、思う試す、はいはいはい、試すこと、うん、思うことを試す、考えることを試す、考えることを試す、はい、思考って試すに、うん、考えるって書いて、私ああ、ね、思考力というふうに呼んだんですけどね、私の造語ですけど、話がなんかすごくこう自分の中で、はい、なるほどと思ったんですよ、よくそのチャレンジチャレンジって行動のことは言うんですけど、うん、はい、チャレンジする前にこうまず考えるというか、まずそのザキス先生もおっしゃったこう疑うというか、はい、考えるというか、そうですね、なんかこうちょっと思うような、うん、そこがないとやっぱチャレンジっていう行動に移らないなと思いまして、うん、はい、ぜひちょっとその話をですね今日深くお伺いしたいなというか、ああ、どうしたらそうチャレンジできるのかっていうことですかね。そうですね、そうですね、これはビジネスでもそうだと思いますし、ね、若い人がなんかこう就活とかもそうだと思うんですけれども、基本的には今ね言われたその考えることを試すで思考力っていうのは私が重要だと思ってるんですけど、まずねやってみるっていう思考をね試すに行う、これはよく言いますよね、思考するとかね、うん、でもその前に私ね考える必要があると思うんです。よく考えて、で考えた結果そのやらないじゃないですよ、よく考えてそれで試してみたらいいじゃないかっていうね、なんか今その試さず考えずに試してみる人いるんですけど、そうするとえらい失敗してやっぱりもうチャレンジ怖いってなっちゃうんですよね。でもちょっとこう一回しっかり考えて試してみるとね、その失敗のね率もこう少なくなりますから、チャレンジするのがね怖くはなくなるんですよね、うん、で私はそういう意味でのまず試しに考えてみる思考力が必要だってよく言うんですけどね。でそれはね実はサルトルっていうフランスの哲学者の実存主義に基づいてるんですね。実存主義っていうのがあるんですよ。難しい言葉かもしれませんけど、実際の実に存在するの存ね、実存、まあ存在みたいな意味なんですけど、これどういうことかっていうと、簡単に言うと自分何でもこう自分で人生は切り開いていける、社会は変えていける、自分は変えていける、作っていけるっていう、そういうねめちゃめちゃポジティブなチャレンジ思想なんですよこれ、うん、でその背景に私何があるのかなって考えて、でさっきの思考力っていうのをね生み出したんですけど、なんでサルトルはそんな風にね言えたのかな、それは多分ねサルトルもまあすごい考える人ですよ、哲学者ですから、多分そうやって自分がボーンといろんな行動をするときにものすごく一旦は深く考えて、こんなことしたらこうなるかなっていうのをすごいこう考えた上でね、それで大胆にチャレンジしてたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
だからあのチャレンジする人、あるいはチャレンジちょっと怖いなと思う人はね、あのぜひ一回哲学をしてもらって、うん、でその上で果敢にね、そこでやらないじゃなくてその上でやればね、あの私はね、あのきっとうまくいくと思います。なんかこうまずい状況になったとしても一旦ちゃんと考えてるからそこが活かせるんです、はいはいはい、何も考えずに飛び込むともうその失敗しちゃうわけですけど、あのきっとね考えた部分がうまく作用してね、あの、成功できると思います。パワードバイタメラビルズ、マスタエリナ、LFB レディオ、ライフ応援委員会。あ、聞いてください、はい、私の主人がプロ野球選手なんですけど、あ、はいはい、まあ、プロ野球選手に関わらず例えばさまざまなスポーツをやってる人たちにとってここ一番のこの舞台で自分のその持っている力を最大限発揮するっていうのってすごく難しいと思うんですけど、うん、こう哲学の面から、はい、そう最大限のパフォーマンスを出すっていうような考え方とか方法ってあったりするんですか？これはありますね。あるんですね、はい、すごい何でもことしてるいや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 、あの自分の力ってほらやっぱりね、うん、あのこれも有限じゃないですか、うん、自分の肉体も限られているしね、うん、自分の経験も限られているし能力はまあ有限なんですけど、ってことはどうしたらそれ以上のものが出せるかというとね、うん、周りの力をこう取り込むことだと思うんですよ、うんうん、でそれでいうとねこれはあの、いろいろあるんですけど、例えばね皆さんもあの聞いたことありません、中国の思想で老子とかね、老子のタオとか、うん、ね、聞かれたことありますよね岡野さん、タオ道ですね、道、さすがです。そのあの道って何かというとその通りの道じゃなくて、あのこの宇宙全体のこう原理みたいなものなんですよね、うん、で、まあ、考えてみたら分かりますけど、私たちってこの、あのいろんなものの中に生きているわけだし、いろんなものを触ったりしてこう全部つながってるんですよね、うん、でそだとしたら自分の体とか自分の頭の中だけにこう限定するんじゃなくて、周りのものすべて巻き込んで力にしてやろうと思えばね、これできるんですね。例えばほらあのアスリートがね、まさにね、あのいろんな応援してくれる人のオーディエンスのわーっと声を聞いて力を出すってあるじゃないですか、うん、あれってまさにそうですよね。自分だけの力じゃなくてその応援の声を自分の中に取り込んで本当に力にしちゃってるわけですよ、声援とかを。だからその感覚だ、常に自分の周りの全てを、あの今日の天気が良かったらその天気をとかね、コンディションとかね、そういったものを全部力にしようという思いでやるとね、これ全然変わってきます。私なんかもありますよ本当に、あの例えばねおばあちゃん子だったんで、いつもなんかここ一番の時は天国のおばあちゃん力を貸してくれって心で思ってますから、そういうのも含めて、ね、いろんなものが力にできるんです人間って。どんだけ想像できるか、それをねあのご主人が全宇宙を力にしてと思ったらものすごいことになると思いますよ。なるほど、伝えます、はい、でもあ、そっか、そう思うとなんか、ね、おばあちゃんのこと思い出してとかっていうと哲学っていうと難しいですけど、うん、あ、普段でも自分でもやっていることが実は哲学だったりするんだなっていう、はい、ことが分かります。そうですね、うん、そうだと思います。さっきのね、あのねオーディエンスの力を自分の中にってやって、実はこれが哲学でそういうのあるんですよっていうと、あ、そうだったんですねってよく言われるんですけどね、うん、そういうことだと思う。あとは意識するかどうかなんですよ、うん、そこをね。パワードバイタメラビルズ、マスタエリナ、 LFB レディオ、ライフ応援委員会。まあ、ラジオ聞いてる方とかで多分多く悩まれてるのって、はい、職場の人間関係とか、はい、やっぱり全員が好きな人ではない、苦手な人とも付き合わなければいけないのが社会だと思うんですけど、はい、そういう生きづらさみたいなのに悩んでいらっしゃる方にこう哲学の面からアドバイスをするとどんなことになるんでしょうか？そうですね、人間関係っていうのは本当に悩みの王様ですからね、うん、悩みの王様、まあ、なんで悩みの王様になるかっていうと、あの人間が他者との関係だからですよね、うん、で他者がどうして悩みの王様になるかというと、これはもうどう自分ではどうすることもできないからじゃないですか。そうなんですよ ね、うん、いやそれは話し合うこともできるかもしれませんけどね、分かってくれたらいいけど分かってくれないから悩み事になるわけでしょ、うん、考えが合わないとかね。で哲学のアドバイスとしてはね、ここはちょっとあの、ずるいって言われることもあるんですけど、もう気にしない、
それも哲学なんですか？哲学です。気にしないどういうことかっていうと、その今言ったように突き詰めるとやっぱり他人なんだから、うん、他人なんてこう変えられるわけないんですよ、うん、ね。だとしたらもう変えようと思うから悩むんであって、変えないようにしましょう。もうあの人はあの人なんだから、もうそれは別にね、自分と考えが違ってもまあそれはそうだなと思えばね、ちょっと楽になりますよ、うん、これは例えばアドラーっていうね、まあ、これ心理学者でもあるんですけど、哲学者でもあるんですけどね、なんかが言ってますよね、よく課題の分離とかね、だからもうそのいろんなこうことを気になるんだけど、その人のことを気にする必要なくってね、自分のことだけやっていればいいんですよね。自分の課題だけやっていればいいということなんですよ。でも人はどうしてもね、そうやって自分では変えられない、人のことまで自分の悩み事として取り込んでしまうんでね、それでこう悩んでしまうということなんですよ。だからもう全く切り分けて生きていけばね、割と楽ですよ。まあ、どうせあの人変わらないしと思った瞬間、本気で思った瞬間ね、楽になるものなんですよ。で、関わりはありますよ。でもそう思うとね、最小限になりますから。でそうやって、ね、うまく距離取ってると、実はちょっとうまく関係いきだしたりもするんですよ。また変に意識して、この人やだ、なんとかしないとと思ってるからね、余計ギクシャクしちゃうっていうのがあるんでね。割とすっきりね、人間っていうのはこのね、割り切った方がうまくいくっていうのがね、あるんじゃないでしょうかね。それってなんか人のことを羨んじゃったりとか、嫉妬しちゃったりするような気持ちっていうのも、そういうところにつながってくるんですかね。全くその通りです。結局その人を意識しすぎているっていうことなんです、他人をね。これもだからそのアドラーが言ってるんですけど、悪い劣等感っていうやつね。人間っては当然劣等感感じるんですよ。人と比較して自分はどうだこうだって思う生き物なんですけど、それによってね、なんかこう、あ、自分頑張ろうっていうのは、これはいい劣等感ですけど、そうじゃなくて、うわ、あの人に負けてる、悔しい、嫉妬感じちゃうなんていうのは悪い劣等感でね。でやっぱそれを持つっていうのも、そのある意味こう、もうバカげてると。だってもともと他人と自分は違うわけですからね、比較しても仕方ないしね。だから全部根は一緒なんですけど、自分は自分っていうふうにね、こう他者とこう切り分けて生きるのはね、一番悩みを減らせる、まあ、人間関係という意味ではね、方法なんじゃないでしょうかね。今みたいなお悩み相談的なことは、その先生の YouTube を見ればそういうことが聞けたりするんですか？そういう話もすることあります、はい、今他者との関係も話したこともありますし、はい、あと悩み相談のいろんな連載とかもね、やってますので、探してもらえばいっぱい出てくると思うんですけれども、はい、じゃあこの放送の後、登録者数がぐっとこう、そうですね、あ、それはもう期待しちゃいますね登録者が伸びないのが私の悩みなのこれはちょっと哲学では解決できなくて困ってたんですけどでもそこは切り分けてもらわないいや、なるほどなるほど、そこもね、解決できないものもあるんですね、はい、いやいやいや、今田村社長いただいた通りそうそう、私も忘れるんでそうかそうか、自分も切り分けて、人のね、人気のある人の登録者数気にしちゃいけないんで、自分は自分で行かないと、はい、そう、今すっきりしました一人でもね、やっぱりそこに頼ってくれる人がいるっていうのはね、そう、そっちに目向けないといけないですよね。そうですね、はい、嬉しい、あれ、いや、私がなんかすっきりさせてもらって変な感じですけど、はい、ね、まあ、私たち親でもあるわけで、子どもの悩みの尽きなさというのは、本当になんか日々悩み続けて、はい、いたりするんですけど、子育てのことも哲学で解決できることっていうのはあるんですか？あります、あります。まあ、私も子供が、ね、中高生いるんですけど、まあ、特にね、もう幼少期はもう、ね、親が割といろいろ関わるじゃないですか、あ、しなさいこうしなさいというのでやってきたんですけど、で私ね、今哲学的にですよ、これ自分の経験もあるんですけど、哲学的にね、あんまり関わらない方がいいですね、やっぱり、と思います。どうしても関わっちゃうんですよ、それ。そうでしょ、ね、成功してほしいとか思うし、いい学校行ってほしいとか思ったりするじゃないですか、ね、こんなスポーツやってほしいとか。でもそれって実はものすごい、まあ、言ってみたらおせっかいなんですよね。で例えばね、最近の哲学者ガブリエルっていう人がね、言ってますけど、ちょっとその家族っていうのは、その子供、小さい子供であってもやっぱり独立したね、個人ですから、そういう関係でこう付き合わないといけないっていうのをすごいこう言ってるんですね。私はちょっと冷たいなっていう感じはしましたけれども、
でもその方がやっぱり対等なね関係性を結ぶことができるんですよね、うん、そう思った方が、まあ、自分の子供だとね思ってるとどうしてもその対等にはできないじゃないですか。で、あの対等な関係だと思うとねアドバイスの仕方変わってきますね。うん、うん、まあ自分の子供だと思うと自分がいいものをやっぱ押し付けますけどね、対等だと思うとほらそんなことないじゃないですか。ちゃんと相手の言い分を聞いて大人同士の関係ならね、うん、何がしたいのかでそれを尊重したりもしますよね、うん、だからそこのところね根本的な発想の転換が必要ですね、うんうん、だから私もねまあもう今となって遅いですがもうそうしといたらよかったなっていうのを 思いますね。逆に子供にこれだけは教えてあげたい哲学みたいなのはありますか？あ、それはあります。これは別に押し付けじゃなくてですね本当にいいと思うから、まあ、あのよかったらどうぞっていうぐらいの感じですけれども、あの子供に教えたい哲学は哲学すること、うんうん、だからなんかそのいやサルトルがいいとかカントがいいとかっていうことではなくて、あのそもそも私の言う哲学ね、あの先週ちょっと話しましたけど疑っていろんな視点で見直してもう一回自分で考え直すこと、そしてそれを言葉にしてみることっていうのはすごい大事なんですけど、それをねあのぜひ、やってもらいたいなっていうふうに思いますね、うん、特にねその言葉にすることっていうのはすごく大事で、あの人間ってこう言葉にしないうちはまだ考えたって言えないんですよね、あなんかこんな感じっていうのはまだ考えがまとまってない証拠ですから、ちゃんと明確な言葉にしないといけないんですよ。でそういう練習をね、幼い頃からやってるとね、自分の意見をしっかり言えるようになるし、考えられるようになるし、うん、ということだと思いますね。パワードバイタメラビルズ、パワードバイタメラビルズ、マスタエリナ、LFB レディオ、ライフ応援委員会。さあ最後になりますが、この番組はリスナーの皆様の素敵なライフを応援するをテーマにお送りしていますが、小川さんからリスナーを応援するとしたらどんな言葉をかけますか？あ、今日ちょっとサルトルの話もしたんですけれども、あのサルトルの実存は本質に先立つ、うん、この言葉をね送りたいと思いますね。ちょっと難しいですけどね、簡単に言いますとね、実存っていうのはこの自分がもう今生きてるこの感じですね。本質っていうのはなんかもう決まってること、決められたこと、運命みたいなもんですよ。だからその自分が今生きてるっていうことがその本質、つまり決められたことよりも先立つっていうわけですから、必ずそっちの方が優先するってことですね。だからああもう決まってる仕方ないっていうふうに思うんじゃなくって、どんな困難があったとしてもね、あるいは選択しないといけない状況があったとしても、常に優先するのは今の自分、今の自分の気持ちとかやりたいこととか、そっちをね優先していくっていうのが、これがもう20世紀の最高の哲学の一つですから、ぜひ信じていただいて、あの実存が本質に先立つっていう生き方をね、うん、していただけると、うまくいくんじゃないでしょうか。奥が深い言葉ありがとうございました。本当に田村社長、なんかもう哲学というものが身近になりましたし、またこれが小川さんのこの話し方が分かりやすくって本当に伝わってくるという部分もありますよね。そうですね、本当に身近にもっと考えて哲学していいんだという、うん、あのまあ、そんな感じですかね、はい、ですね。本当に今日勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで1曲お聴きいただきたいと思います。リクエスト曲、小川さん何にしましょうか？はい、これはねアメリカに私がその、ね、1年間留学してた時にいろいろへこむこともあったんですけど、その時流行ってた曲でね、いつもこの曲が流れてて流れるとこう元気になった思い出があるんですね。だから今でも時々落ち込んだ時聴きます。 I got the feeling っていう曲なんですよ。いやもう本当に先週もですけれども、あの DJ のような曲で最高に素敵なので、ではちょっと今週もバッチリお願いします。あ、ちょっと緊張するな。はい、じゃあ行きましょう。Black Eyed Peas で I got a feeling。 さあそれでは最後に小川さんからお知らせがありましたらよろしくお願いします。はい、11月にね出た私の新刊紹介しておきます。日本の思想家入門っていうのと、それから身の回りを哲学するっていう2冊の本が出ました。あと、まあ、テレビもねいろいろ出ているので見ていただければと思います。地元山口のミックス、福岡の博多明太ワイド、そして、ロッチと子羊、 E テレの哲学番組、あと羽鳥慎一モーニングショーも不定期出演しております。何より、
小川仁志の哲学チャンネルという YouTube チャンネルやっておりますので、こちらも週2回配信です。ご覧いただければと思います。よろしくお願いします。ぜひ今回哲学に興味を持った方はチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございます。さあ、そして番組からのお知らせです。岡野さん、よろしくお願いします。はい、リフォーム済みの住宅の販売を行う LFB 再生住宅というものが、今山口県内、九州で、多数で出てきております。これがリフォームを弊社の方で手掛けた、まあ、戸建て住宅、マンション、こういったものになるんですけれども、その専用ホームページがこの12月オープンしました。ぜひですね、こちらを皆さん見ていただいて、ぜひ一度不動産をですね、買いたい方も売りたい方もお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いします。ぜひ皆様ホームページご確認ください。さあ、というわけであっという間にお別れの時間となりましたが、田村さん、いかがでしたか。はい、小川先生の YouTube 登録後でしときます、はい、まだだったんですか、ちょっとお願いしますよ岡野さんはいかがでしたか。私は登録しております。さすが、はい、ありがとうございますすごい楽しかったです。哲学するっていう、哲学っていう名詞だと思うんですけど、その哲学するっていうのが、うん、なんかすごく新鮮で、うん、でなんかすごくいいなというか、うん、思いましたね。で、道具ですから哲学。そう、はい、先生もおっしゃってたんで、うん、ぜひ最後、今日いつものセリフで締めていただきたいんですよ。そうですよね、はい、いつものご存知ですかちょっと田村社長、困った感じになってますじゃあね、いつも私 YouTube とかで最後ね、これ私の本当に皆さんへのメッセージなんですけど、あなたの人生に哲学をって言ってるんですよ。はい、はい、皆さんの人生に哲学を送りたいので、はい、ね、聞いてくださってる皆さんにも、会場のね皆さんにも哲学をぜひ人生に、ライフにね、お送りしたいと思うので、あなたの人生に哲学をで、じゃあ、はい、いいですか。お願いします。はい、行きましょう。あなたの人生に哲学を。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、ゲストの小川仁志さん、本当にありがとうございました。またぜひ番組にもいらっしゃってください。この時間の相手は増田絵里奈と田村芳之がお送りしました。岡野さんもありがとうございました。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。オールリビング、田村ビルズグループの提供でお送りしました。